コントローラー使うんだけど、なんで。そろそろ新しいの買わなあかんかな。この前ゲーム買ったばっかやもんお金ないし。まあとりあえずまだ動いとし、しばらくは我慢しようかな。うん、今度はこっち俺が回るな。あれ、なんか音聞こえへんだけど。これでも音聞こえ。うわー、これも壊れたってこと？最悪や。このままじゃゲームできひんや。もう次のお小遣いまで我慢しなあかんってことやな。もうマジ無理。俺ゲーム中毒やで、耐えられるわけないやん。渡りどうした？うん、コントローラーとヘッドセットが壊れてもたんや。あ、そうや、たけちゃん、コントローラーとヘッドセット貸してくれ。いえ、俺もすぐ使うの。ちょっとぐらいいいやん、ケイシやな。自分のお小遣いで買ったらええやん。この間ゲーム買いすぎてお金ないねん。それやったらしょうがないか。次のお小遣いまで待つか。お手伝いでもしてコツコツ稼いでよ。正論すぎてムカつくわ。え、たけるちゃん、そんなにいっぱいやんポケカ、どうした？え、これお小遣いで買ったやん。すごい量や。ってこれ、レアなポケカもあるやん。これもこれもこれも、すげえ。すごいやろ。あ、ちょっとあんまり触らんといて。俺の大事なポケカやから。なんやねん、別にいいやん。なあたけるちゃん、コントローラー貸してよ。いやいや、言ってる。また絶対返してくれる。すぐ返すって。ほら、俺のこの真剣な目を見て。目の奥が死んでるの。うん、絶対に貸せへん。なんでやねん。あいつコントローラーとヘッドセット持ってきやがったな。あー、もうどっちの前やねん。わたる何しとん？ちょっと明日の提出の宿題してみ。え？わたるが宿題？普通するやろ、宿題ぐらい。当然のことやで。わたるが？あのゲームばっかりで、自分の宿題なんか死んでもせんへんかった。あのわたるが？明日雪でも降るんかな。失礼な。俺だってやるときはやんねん。そうか、そうやな。まあ、長いことなかったから忘れとったわ。まあ、頑張ってな。うん。数時間後。よし、完成や。あとは何もかもが完璧な作戦。自分で自分が怖いくらいやわ。あれ、コントローラーとヘッドセット新しいの買ったの？まあな。お金ないって言ってなかったっけ？ちょっと臨時収入があったよ。へぇ、まあええけど。たけちゃん、一生懸命やろうよ。絵で。よっしゃ、俺の勝ち。はぁ、負けてもうた。さすが俺、ゲーム申し子。はいはい、すごいすごい。もしかして、バカにしてます？別に。さあ、俺はポケカで合わせる。俺の大事な大事なポケカ。ん？何これ、なんか変なの入ってる。あれ、仕方がない。俺が一番大切にしとったカードやのに。どこ？大きい声出してどうしたの？俺のレアカードがないよ。ちゃんと探したん？絶対ここに入れたし。っていうか、変な絵が描いてある紙も入っとったし。変な紙？これ見て。何それ、下手くそやな。渡る？どこ行くのかな？
俺のポケカどこにあったんや。正直に言いな。そのコントローラーとヘッドセットを買うために売ってしまいました。すいません。絶対に許さん。俺のポケカ弁償しろ。弁償って、もうコントローラーとかも買っておったから、お金ないわ。ミモザの SAR。 え、ワタルのポケカ、ミモザの SAR。 あれは10万もする。俺の宝物や。そんなん知るか。分かった。確かにミモザの SAR や。これからはしょうもないことすんなよ。じゃあ、数時間前。俺は転生小学生で、どうしても手に入れたいものがあって、今裏工作中だ。レアなポケカも結構あるやん。これも、これもすげえ。すごいやろ。あ、ちょっとあんまり触らんといて、俺の大事なポケカやから。別にええやん。こうして俺は計画通り、こいつを手に入れることができた。ちょろいもんだぜ。あ、そうや、タケちゃん、コントローラーとヘッドセット貸してくれ。いや、いや、俺もすぐ使うもん。いや、いや、俺もすぐ使うもん。またちょっとぐらいいいやん、ケイチやな。ちょっとぐらいいいやん、ケイチやな。自分のお小遣いで買ったらいいやん。自分のお小遣いで買ったらいいやん。この間ゲーム買いすぎて今お金ないねん。この間ゲーム買いすぎてお金ないねん。それやったらしょうがないよ。何それ、下手くそやな。おいおいタケルさん、ぶっ飛ばすぞ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。